どうにか奴に出したの剣をぶち当てるしかねえ。やっぱり俺が足を引っ張ってる。涙の邪魔のおかげで、どうにか戦えてる。半年の修行の成果もあいつには通じなかった。もっとだ。もっと楽しませる。その全てが私の閲楽のための供物だ。俺の中にある。 俺自身が知らない力、全部使うくらいじゃねえと。なあ、見てるんだろ悪魔。いらっしゃい。なんだとするには、お前の一番近くにいるのによ。思い出した、 前にもこうやって会ったな。その時と雰囲気違うけど。殺す、殺す。さっきお前の怒りが伝わってきた。理由は知らねえけど、お前もあいつのことを倒してんだろ。本当はもっと早くこうやってお前と向き合わなきゃいけなかったんだと思う。これからそうしたい。だから 力を貸してくれ、頼む。ゲッゲッゲ、いいだろ。悪魔の真の力を分けてやる。ただ今のままじゃ無理だ。それ相応の代価が必要だ。代価、お前の体の一部をもらおう。ゲッゲッゲ、悪魔の取引 ってやつだな。それでもいいけ。たとえ悪魔になっても、どんなものに手を出しても限界を超えなきゃいけねえんだ。お前がいねえと勝てねえぞアスター。俺にとってそんだけの言葉なんだ、あの言葉は。ここでやれねえやつが 魔法帝になれるわけがねえ。お前面白い、うちの団に来い。そして、いつか魔法帝になってみせる。魔法帝になる。その前に俺は闇団長の信頼に応えられるやつになりたい。いいだろ、寝てやる。 重力魔、重力特異点。これが今の。 俺の全部だ！ !50 秒。 その右腕は今までの力の垂れ流されたものとは違う力そのものだ。 50秒以上はお前の体が持たねえ。 十分だ！ アスタの攻撃を警戒してんな。あの右手からアンチ魔法の力が出てんのか。アスタの攻撃がダンテにクリーンヒットすれば勝てる。やりやがったな、アスタ。そ
めちゃくちゃに動いてるんだけど息が通じ合ってるような。 てめえが終わりだ。 俺たちの勝ちだ。